静岡市は市民文化会館の改修工事などのスケジュールを1年延期すると発表し、総事業の総事業費の見込みを30億円増額することを明らかにしました行政管理に問題があるというのは事実ですので、これは大きな反省点として、ですね、これから取り組んでいかないといけないと思っております。 静岡市民文化会館の再整備をめぐって市は施設の老朽化に伴い耐震工事などの改修を進めることにしましたしかし物価や人件費の高騰などを理由に今年3月に実施した入札が不調にそのため市は設計や工事のスケジュールを1年延期すると発表しました さらに総事業費が当初のおよそ124億円から151億円へ増額となることも明らかにし南波市長は試算を確認する体制が不十分であったと話しました静岡市民文化会館は来年4月から休館し全面会館は2028年12月の予定です